はい、ゾウの部屋です。今回は朝倉未来には勝利を、朝倉海には敗北を望むまさかのシナリオについてです。前回の動画で UFC とライジンのビジネスモデルの違いにより朝倉未来選手と朝倉海選手は日本格闘技業界にとってはなくてはならない絶対的な存在だと紹介しました。今回は朝倉兄弟のブランディングの違いなどに言及していきます。朝倉兄弟はファン層のファンを多く持つテレビに依存している日本格闘技業界にとっては唯一無二のなくてはならない存在です。朝倉未来選手の再生数が格闘技業界を代表する武尊選手の再生数の38倍といかに一般層から支持されているかわかる数字です。また YouTube 開設から約10ヶ月で登録者数を100万人達成と非常に短い期間で成功しました。成功の要素は複数あります。1つ目はライジンファイターとしてのテレビ出演での知名度、2つ目は少年院上がりの喧嘩屋という出自、3つ目はライジンでの連勝、八千選手の勝利など絶対的な強さです。これらでアウトサイダーのリアルな成り上がり物語をテレビで全国の視聴者に伝えることに成功しました。これらの要素で YouTuber のスタートの土台は固まりました。次に YouTuber として成功する戦略が必要です。戦略家である朝倉未来選手はトップ YouTuber を分析し自分自身に落とし込み戦術を実行しました。 YouTuber としての成功の要素はいくつかあります。1つ目はキラーコンテンツ、誰にも負けない圧倒的な強み。2つ目は1人ではなく仲間、チームとして YouTuber のストーリーを作っていくこと。嵐がジャニーズにもかかわらずデビュー当初はあまりブレイクせず数年後に国民的スターになった要素の1つはこれまでのアイドルにはあまりなかった仲の良さがあります。スマップとは対局のストーリーで成功を収めました。朝倉未来選手も仲間友人でチームを固めました。3つ目は YouTube コラボです。格闘家はもちろん有名人、人気 YouTuber とコラボし再生数を伸ばしました。この中でも一番重要なのはキラーコンテンツです。それは少年院上がりの路上の伝説の成り上がりストーリーです。そして成り上がった最強の男と町の喧嘩屋のスパーリング動画がブレイクするティッピングポイントになりました。ちなみにスパーリング動画の再生数は1000万回生を超えています。その他各種スパーリング動画が高い再生数を誇っています。キラーコンテンツである少年銀上がりの成り上がりストーリーには大きな弱点が一つあります。それは不倫スキャンダルでもなく替え玉受験でもなく絶対的な強さを失うことです。朝倉未来選手の YouTube 登録者の9割は男です。朝倉未来選手の強さに惹かれた男性ファンと強すぎるがゆえに生まれた強気な発言行動などから生まれたアンチ未来です。この両者が相まって朝倉未来チャンネルの人気を支えています。絶対的な強さで日本トップの格闘家の地位に上り詰めた朝倉未来選手は絶対的な強さを失うことで地位を失ってしまう可能性が高いのです。テレビ依存の日本格闘技界にとっては朝倉未来選手が地位を失うことは絶対に避けなければいけません。言ってしまえばライジンは朝倉未来選手に勝利しか望んでいないのです。大晦日の対戦相手が相性の悪いディープチャンピオンの牛久選手ではなく相性のいいドミネーター選手であることからも分かります。これについては別の動画にまとめているのでよろしければご覧ください。朝倉未来選手は絶対的な強さでブランディングしてきてからこそ負けは死を意味します。そんなことはないというかもしれませんが数字として現れています。ライジンで斉藤豊選手に負けました。僅差の判定で朝倉未来選手の強さも実感できた試合ではありました。しかし急激な登録者数の増
かをしてきた朝倉未来チャンネルですが、11月20日で162万人、1ヶ月後の12月20日で163万人とほとんど伸びていません。これは斉藤選手に敗北したからではないでしょうか。今までうなぎ登りで伸びてきたものがほとんど変わらなくなってしまったのです。もし次の試合でサラリーマンである見た目はちょっと弱そうなドミネーター選手に負けてしまえば、登録者数が逆に減ってしまう可能性もあります。このような事態は日本格闘技業界は望んでいません。これからも比較的勝てそうな相性のいい相手をぶつけてくるのではないでしょうか。逆にブランディングの違いからも朝倉海選手は敗北を望まれています。長くなりましたので、これについては次の動画で説明させていただきます。今回は以上です。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。それではさよなら。